さあそれでは参りましょう。チェインアタック中に崩しましょうと。巨大なモンスターは崩しができない時があります。しかしチェインアタック中であれば確実に転ばせることができます。なのでしっかりとねゲージを貯めなければなりません。ゲージを貯めるためには特攻を決めればいいとのことです。なのでとにかく特攻をね決めていきましょう。特攻かじゃあ早速決めましょう。じゃあエンチャントかけとこ。失礼、特攻に当たらないと他のやつでちょっとゲージを貯めるべきだな。よいしょ、ストリーム1。まずはゲージを貯めないといけないといけないからそこをまずは解消しないと。あそこあそこで厄介よ。ちょっと削ってる。よし、お、たまたね。じゃあ目標ゾロ行っちゃう。さてじゃあこれは後ろ方向横かもしれない。エアスラッシュで崩した。ミスターワイルドダウン。何、逃がさねえぜ。任せね。よし気絶回しちゃおう。なんかいっぱいこっち来てる。よいしょ、トナドバスター。やっぱあかんね、バスターでも効かない。これちょっと倒さないと。よし一体は減った。さてもうちょっと体調管理しないときついかな。特攻で当てるにはちょっと全部こっち来てるもんな今。どうしたのか。これは全部わしよな。全部わしやねエンチャントかけてあのラインたちでもダメージ与えるようにしてみましょう。それで多分いくらかのヘイトはこっちに行かなくなる。シャドウアイを使いましょう。片方行った。バックスラッシュ。よし、カメラやばない。おーい、忙しくなってきたね。よいしょ、こいつが。よしこっち集中攻撃一匹残しておけば多分逆にいいと思う。これはエアスラッシュかな。スロー入ってくるんじゃない。入った、ワイルドダウン。どれがいいかな。メタルブラスト。さあ今がチャンスよ。あ、終わった。よし、4分の3分の1かな。3分の1削れば OK だと思う。まだいけそうやったぞ。まだまだいけるぞ。ジュジュを助けようにも奴には隙がない。どうすれば、うん、何やつ、ちっぽけな餌じゃよ。お前たちの言うところのな。おお、やり合う小僧。今のうちにジュジュを。ダメだ、オダマさん。見せねえんじゃ。このままじゃジュジュは助けられてもオダマさんが。望まないビジョンを見たなら未来を変えちまえばいいだろ。未来、さあどうするか。変える。そうか、あれなら。ライン、ジュジュを頼む。セルク、てめえそんなもんでこの俺に勝てると思わんさ。
だがこういうことはできる。何？うわ、鬼神兵の体も灼熱のエーテル流には耐えられないじゃろう。ジュース、ジュース、カンナ、ここは任せたぜ。無茶なおっさん。これぐらいのキャッチ力が最近のゲームセンターにもあればね。やったぜ小僧を。未来は変えられる。オダマさん、こんなところで死んじゃダメなんです。早く出て、よじ登って。こんなところで。うわっ、まだおる。敵は取るぞ。多少の援助があるといえど、顔つきの鬼神兵を倒すっていうのはすごいっすよね。嘘だ、変えたはずだ。オダマさん、ガド、お前たちのところへ。無茶するわ。間にあったぜ。肩が抜けそうだ。悪いけど早く上がってくれよ。お前、感謝すんならシルクとビジョンにな。このエーテル竜を見た時ピンときたぜ。ここだなってよ。ラインに伝えたおかげでラインがシルクの代わりに未来を変えてくれたということですね。ジュース、本当に良かったな。俺たちに話してよかったろ。諦めなきゃなんとかなるんだ。うん、本当だ。かなり無茶したけどね。未来が見えるか。お前のこと知りもせずすまなかった。礼を言わせてもらおう、シルク。いえ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 。いえ、そんな。みんながいてくれたから、その未来が変えられたんです。教えてくれ。ビジョンでわしは命を救われた。見てないか、そのビジョンで。ガドを、他のみんなを。そうか。カルナ、こいつは奴のライフルじゃ。お前が持ってやれ。ガドカスタムライフルですね。さてと、キャンプに戻ろうぜ。ジュジュの手当も必要だしね。この先に搬出用のエレベーターがあるわ。それなら地上まで直通よ。動いていればのお話だけど。そんなの行けばわかるさ。なるほど、さっきのところさらに悪いかよ。去ってって登っていけということになります。さあ急いでいこう。
ラインの言う通りだと思うわ。もう立ち止まって悩むのはうんざりだもの。さあ行きましょう。オッケー、ちゃんと動くみたいだな。俺の言う通りだろ。はいはい。さ、疲れましたね。なんだ、故障か。いや、違う、この感じは。無理やり止められている。あ、こいつなんてしぶといの。やるしかない。まだ生きてるんだね。しかしもうボロボロなので、エンチャントをしなくてもダメージが入った曲があります。さあ今度こそ終わりよ。このようにね、あ、入ってないわ。なるほど、この状況でも鬼神兵としての力が残っているわけか。ただモナドが多分通用するんだ。うん、強そうね。よいしょ。シャドウアイからのバックスラッシュはシンプルにして強力。ブースアタック、フェイスとか加速ですね。さあもうちょっとでゲージが溜まります。何気に私特攻でゲージが溜まるという仕様忘れてたな。1回目のプレイの後半結構大事ですよね。ゲージを溜める上でちゃんと位置を、ね、確保して殴ることが何よりも大事ということで、じゃあ行こうか。スイッチエッジ、ソルバイ、どうしよっかね。サンダーバレット、よし、ワオ、よし、ストリメッジ、エアスラッシュ、あ、エンチャントの効果消えちゃった。回復しましょう。さあ、あー、ターゲットこっち来た。シャドウアイ、あっちで行ってくれないな、あっち。ハンマービートルあっち以外にいるのかな。相当ゆっくり動いてるけど大丈夫か。お、後ろ向いたな。お尻がガラ空きですよ。よし、しぶといな。倒したのか。やるじゃねえか。モナドの封印を解くことなくこの俺に勝利とは。どういうことだ。お前はモナドの何を知っている。残念だが教えてやれねえな。真実はお前の力で探し出した。真実。そうよ、俺はこの体になっていろいろと知ることができたんだ。案外こういうのも悪かないぜ。この体になった、どういう意味だ。じゃあな小僧、あばよ。ゾード、危ないぞ。今度こそ本当に終わりです。
危ねえ。穏やかじゃないですね。茶色いやつは倒した。これでコロニーシックスの人たちの仇は撃てたな。ええ、ズース、カルナ、よかった、気がついたのね。ここはコロニーシックスのそば。シュルクたちが倒してくれたの、あいつを、みんなの仇を。そっか、ごめんなさい、シュルクさん、ラインさん、僕の身勝手な行動で迷惑をかけてしまって。いいって、気にすんな。3度目はないぞ。みんなの仇取れただろ。はい。でも僕らの仇、あの黒い顔つきはここにはいなかった。ああ、果たしてそうかな。うわ、あいつは黒い顔つき。ふわ、やつだけじゃない、ゾードか、顔つきがこんなに。情けねえ、こんなゴミみてえな連中に倒されるとゾードもとんだハッタリ野郎だぜ。こいつも喋りやがるのか。喋るぜ、それに記憶もいい。逃げるんだヒーヨルン、逃げるんだ。っておめえら、いい叫び声してよ。気持ちよかったな、あの女の感触。サクラってな。お前だけは、お前だけは許さない。懐かしいよな、モナード。けどよ、聞かないんだよな。シルク、さあこれは、ガキ、そんな生蔵でもモナド使いは邪魔だそうなんでよ。まあこの前みたいなこともある、さっくりと生かしてやるぜ。こいつを今だ、すっとめイノシシ。ダンバーさん、なんでここに。待たせたな、ようやく追いついたぜ。100人力だね。パーティー編成忘れないようにしましょう。早速入ってもらいましょうか、このお二方。てかダンバーさんレベル最初から、あれ、ディクトンさん、あれ。ちょっと、あ、ラインじゃない、シルク、シルク操作でいきましょう。行くぞ、よし、行こう。幸いレベル差はないですが、奥にヤバそうなのがいっぱいいますね。エンチャン、ダンバーさん一人でボコボコにするやん。やるね、ソロでやるとは。行こう、スイッチ、ダンバーさん、お願いします。任せろ、シップル人、やってくれ、ディクソン。分かったよ、サンダーボール、サンダーボール、そろそろ戦機逃がしゃしねえよ。任せて、さあ行こうか、力よ、モナドバスター。どうだ、どうだ、ようやく足並みが揃ってきたな。決まったね、よし。あれ、ディクトさん経験値入らないんだね。なんか意味があるように思ってしまう。よし、異常なまでにレベル差があると経験値が入らないってわけでもないからね。ボコボコにしてるよ。
せてやるとするか。ここだ。後ろから失礼。お願いします。お何がいいかな。天地剣やってくれ、ディクソン。分かってるよ。おれ逃がしゃしねえよ。今度は僕の番だ。出てっち。どうだ。さああとちょっとよ。昔を思い出すな。昔はここにムムカさんがいたんだよね。今はシルクですけど、ムムカさんは一体どこに。意外と近くにいたりするかもしれないね。次から次へとキリがねえ。増強はともかく、これだけの数の増土、一体どうすれば。モナドさえ聞けば、こんな奴ら気を抜くな。シルク、シルク危ねえ。ライン。なかなかやるじゃねえか。どこを見てる。くらえ。気づかよ。めんどくせえ野郎だ。飛び道具が無理なら、こいつでどうだ。弱え、弱えよな。ホムスの英雄様はその程度か。ダンバーさん、痛えだろ。痛えよな。無理してモナドなんか振るうからだぜ。その資格もなかったのによ。お前は無前だよ。お前ら虫けらどもが必死こいていよう、どうすることもできねえのによ。光はまずい。お前たち逃げろ。逃がしゃしねえ。まとめて生かしてやるぜ。何ん、天使よ。こここは塔の外に出たみたいね。よく来たな、モナドを継ぎし者よ。弱い、弱すぎるぜ。貴様、何者だ。僕はお前たちを許さない。はあ、うん、思い知れ。これがフィオルンが、陛下が受けた痛みだ。あ、今のはうぜんだよ。そんな邪魔が入りやがった。ガキ、次はこうはいかんぜ。いらすもんか。待ちやがれ。オーナー、シュルク、ライン。なんでだ。フィオルの仇なんだぜ、あいつ。今できることとできないことを見誤るな。はい。あれに救われたな。しかし、あの生物は一体。ご苦労様。どうだった、彼は。そう。なら、楽しみだね。怪しい奴がいっぱい登場だ。次回へ続きます。